校舎付近にある矢作公園。野球のグラウンドがある。岡崎女性高等学校は愛知県岡崎市中園町川西にある私立高等学校。設置者は学校法人安城学園。以前は男子校であったが1999年度から男女教学となった。2006年度の新1年生より国公立大学向けのクラス編成を大幅に変更した。 クラス定員の削減、土曜演習の開始、長期休暇中の演習時間延長などが実施された。Z コースには、学習とクラブ活動を両立する中で、国公立大学や難関私立大学進学を目指す、自と授業後や、土曜日も演習を実施して、学習中心で頑張る G の2種類がある。G の場合、加入できる部活動に一部制限が加えられる。 2018年7月、当時1年生だったチアリーディング部の女子部員は、二人の先輩に両足を握られて、肩の高さまで持ち上げられた状態から、前方宙返りをして飛び降りる大技の練習を体育館でした際、前方のマットに首から落ちた。その結果、脊髄損傷などで下半身不遂となった。部の男性顧問は部活に姿を見せることは少なく、 外部の女性コーチが技術指導をしていたが、事故時は二人とも不在だった。事故後、女性高校を指導した日本チアリーディング協会の担当者は、危険のある競技なので安全を最優先に考える、要指導者講習会などでも伝えている。本県のような練習は通常ではあり得ないと述べた。また、名古屋大学の内田良順教授も、 顧問らが見ることが難しければ、危険性の低い練習にすべきだった。極めてずさんな管理の下で起きた事故と指摘した。元女子部員は卒業直前の2021年2月15日、女性高校を運営する学校法人安城学園を相手取り、将来にわたる介護費など約1億8300万円の損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴した。 安城学園の担当者は、取材に、事故の責任を痛感し、反省している。誠実に対応し、地裁の判定が出れば従うと述べた。同年4月21日、第1回口頭弁論が開催。学校側は答弁書で、安全配慮義務違反を認める一方、労働能力の喪失は80%程度と、するのが相当、と反論した。この他、 豊田市や岡崎市街とを結ぶスクールバスも運行されている。ありがとうございます。